はい、今回の動画は3月6日に行われます東京マラソンなんですけれども、国内招待選手男子の部が発表されました。9名全選手をですね、全ての選手をナンバーカード順に紹介してまいります。東京マラソンですけれども、今年の夏行われます。オレゴン有人での世界陸上の選考会も兼ねておりますので、非常にいいメンバーが揃いました。また、来年の秋行われます MGC2024 年の、パリとパリオリンピックのですね、代表最終選考会、マラソン最終選考会もかかっておりますので、非常に楽しみです。早速ナンバーカード順に申し上げます。ナンバーカード11番、富士通の鈴木選手です。鈴木選手はマラソンの日本記録保持者で、2時間 4分56秒ということでね、非常に素晴らしい記録を持った選手です。この2時間4分56秒というのは非アフリカ選手でですね、最も速い記録なんですよ。世界中探してアフリカの選手を除いたら、鈴木選手が一番いいタイムを持っていると、非常に期待できる選手ですよね。で、鈴木選手の特徴は本当にピッチ走法、小柄なんですけれども、ピッチ走法力強い。一番はどちらかというとね、体幹とかね、フィジカルではなくてバランスがいいんですよ。とにかくバランスが良くて、腕振りと足の動きが連動してる、そんな選手なんですよね。で、シューズもネクストではなくてアルファフライをですね、ずっと使ってるんですよね。で、アルファフライって重たいんですよ。跳ねるしパワーはあるんだけれども、後半重く感じるシューズなんですよね。ただ鈴木選手はアルファフライをしっかり使いこなしてる、乗り込み動作が非常にうまい選手ですね。オーバーストライド、ストライドじゃなくてもピッチ走法でもアルファフライを使いこなせるんだよってところをね、見せてくれるところがね、非常に好きで、私もマラソンやってますけれども、ネクストとね、アルファフライどっちが好きかっていうと、やっぱアルファフライがすごい好きなんですよね。で、ネクストを使ってる選手は非常に多いじゃないですか、今の時代。大学生もそうだし、実業団選手もネクストが多いんですけれども、やっぱ鈴木選手のね、アルファフライを使いこなす姿は本当に魅了されますので、ぜひですね、鈴木選手に期待したいなと思っております。ぜひ日本記録、そして賞金レースですから、一番ね、高額の賞金持ってってもらいたいな、なんていうふうに思っております。そしてナンバーカード12番はホンダの土方選手は2時間6分26秒の自己ベストを持っております。2021年のね、琵琶湖で出した記録なんですけれども、それから1年グレードアップしてるはずですね。1万メートルトラックでは28分3秒ということで、もうちょっとで27分台のところまで来ておりますし、ニューイヤー駅伝では所属するホンダがですね、初優勝を果たしました。初優勝を果たした時のアンカーゴールテープを切っております。区間賞もね、個人賞も取っているということで、非常に力のある選手、トラック、駅伝、マラソン全てで強い選手ですので、ぜひですね、鈴木選手あたりに挑戦していただきたいな、なんていうふうに思います。そしてナンバーカード13番は黒崎播磨の細谷選手はものすごいタフな選手なんですよね。12月に行われました福岡国際マラソン、最後の福岡国際マラソンで2時間8分16秒準優勝、そして MGC ですね、来年秋行われます MGC の出場権も獲得しております。マラソンの自己ベストは2時間6分35秒ということで、昨年のね、琵琶湖で出した記録ですけれども、持ちタイムもね、非常にトップクラスの記録持って臨んできます。また 5000m が13分30秒台なんですよ。スピードもありますから、しっかり食らいついていけるんじゃないかなと。そしてMGC の参加資格がありますから、もちろんね、世界陸上の選考もかかってますけれども、失うものないと思いますんで、失敗しても MGC はね、もう持ってますから、そういう意味では恐れることなく戦っていただきたいな、なんていうふうに思います。そしてナンバーカード14番はヤクルトの高久選手も、昨年12月に行われました福岡国際マラソンで2時間8分台を出しておりますので、 MGC の参加資格を持っております。ぜひですね、失うものないので、思い切って言っていただきたいなと思います。東洋大学時代は、から非常に強い選手でしたね。もうかなり強い選手でしたけども、安定感ある選手。2020年の東京マラソンでは2時間6分台を出しておりますので、非常に相性のいい大会、コースとなっておりますので、期待したいなと思います。そして2020年の東京マラソンは日本人2位でした。で、日本人トップが引退されました。大迫傑選手ですから、大迫傑選手がですね、目の前で日本記録出しましたから、かなり刺激入ってると思いますし、もうね、大迫選手引退しましたから、2020年の東京出たメンバーの中では一番いいタイム持ってますから、ぜひですね、頑張っていただきたいなと思います。そしてナンバーカード15番は三菱重工の井上選手ですね。東京マラソンには悔しい思いがね、
必ずあると思います。人一倍ね、悔しい思いがありますので、雪辱に燃えてるんじゃないかなと思います。2018年は、ホンダの設楽選手、そして2020年はナイキの大迫傑選手がですね、それぞれ目の前で日本記録出してるんですよ、この東京の舞台で。でいずれのレースも井上選手が前半中盤ぐらいまではリードしてたんですよね。で30キロ過ぎてから、大迫選手、設楽選手にそれぞれ抜かれてしまいまして、その2人は結果的に日本新記録出してますから、井上選手悔しい思いしてると思いますけれども、井上選手もね、細谷選手と一緒でかなりタフな選手、駅伝でもトラックでも結果を残してますから、あとねどうしてもマラソンでね勝ちたいと思ってると思いますので、井上選手に、ね、注目したいなと、雪辱に燃えてる、人一倍燃えてる井上選手に期待したいなと思います。そしてナンバーカード16番はヤクルトの小倉選手。小倉選手は青山学院大学出身で、青学の、ね、四天王と呼ばれた一人です。久保田選手、石木選手、神野選手、そして小倉選手がね、青山学院大学の四天王と呼ばれた選手なんですけれども、そんな小倉選手ですね、箱根駅伝初優勝のメンバーでもありますけれども、青山学院大学卒業してヤクルト入って、ハーフマラソンの日本記録をね樹立するまでになりましたから、一つね期待したいななんていうふうに思います。マラソンの自己ベストも2時間6分台の記録を持ってます。間違いなく力はありますからね、期待したいななんていうふうに思います。そしてナンバーカード17番は大塚製薬の上門選手。上門選手も MGC ですね、ファイナルマラソンね、ファイナルチャレンジのね、切符持ってますから、ぜひですね失うものないと思ってガンガン攻めていっていただきたい。2020年東京マラソン、大迫傑選手が日本記録出したレースで2時間6分台を上門選手マークしております。日本人3位でしたね。2時間6分台の記録持ってますから、つけないと、先頭集団についていけないことはね間違いなくないと思いますので、積極的な走りに期待したいなと思います。そしてナンバーカード18番は三菱重工の定方選手。定方選手は井上選手と同じね三菱重工の選手です。三菱重工のマラソンといえば井上選手と今のところなっていると思いますけれども、定方選手も、2020年の東京マラソンでは2時間7分5秒、12月に行われました福岡国際マラソンでも2時間10分31秒ということで、まずまずの記録を持っております。で東洋大学出身ということでね、東洋の選手って安定感非常にある選手が多いですよね。定方選手もその一人だと私は思ってますので、ぜひですねその得意の安定感を目指していただいて、発揮していただいて、後半崩れることなくしっかり走っていただきたい。そうすればワンチャンあるんじゃないかななんていうふうに思います。そして最後ナンバーカード19番は GMO インターネットグループの吉田祐也選手。吉田選手もね青山学院大学出身のランナーでございます。一般企業の就職が決まっておりましたが、実業団、最後の箱根駅伝のですね4区で区間新記録マークいたしましたが、その箱根駅伝4区のね区間記録は未だに残っておりまして、驚異的な記録となっております。マラソンではですね2020年の福岡国際マラソンで2時間7分5秒、優勝を果たしております。また別府大分でですね2時間8分30秒、2020年ですね、大学卒業前に出たマラソンでは2時間8分30秒の3位入賞も果たしておりまして、まあ、吉田選手ね気持ちの強い選手なんですよ。気持ちのこもった選手で大きく遅れることはないと私見ておりまして、このね9名の中でも吉田選手ってね私の中では一番あるんじゃないかなと期待している部分があるんですよね。まあそういう意味で本当に吉田選手にね期待しておりますので、ぜひともね MGC そしてパリオリンピック切符取っていただきたいななんていうふうに思います。まあ、吉田選手は 5000m 13分36秒で 1万m も27分58秒ということで27分台突入したんですよ。もうこれね楽しみで仕方ないですよね。スピードまで身につけてきたということで、本当に吉田選手から目が離せないなというふうに思います。ということで3月6日に行われます東京マラソンなんですけれども、9名の国内招待選手すべてをです、すべてのね選手を紹介させていただきました、分析させていただきました。まあこの中からですね、今年行われますオレゴン有人世界陸上のね代表を切符をね獲得する選手が出てくるんじゃないかなと思いますし、一人でも多くの選手が、来年秋行われます MGC の参加資格を取っていただきたい。そしてパリオリンピックに向かってね、少しでも陸上界を盛り上げていただきたいななんていうふうに思いますし、東京マラソン賞金レースとなっております。やっぱり陸上選手ってねプロ野球選手とかと比べると、まあ、そこまでね、高収入な選手ってなかなかいないと思いますから、ぜひですね、賞金を取ってまあ生活もね豊かになったらいいんじゃないかなと、思います。ということで3月6日東京マラソンの解説終わりにしたいと思います。ぜひですね皆さん、まあ、走られる方はですね楽しんでいただきたいなと思いますけれども、テレビの前で応援する方はですねぜひ
この9名しっかり応援しましょう。以上